その無名からその有名になってトップに上り詰めていく様をですね見た昨日のように覚えてます。篠原涼子です、よろしくお願いしますと言ってその CD を渡してくれた若い21歳の篠原涼子さん、昨日のように覚えてます。船木正勝です。今回も質問フォームからの質問になります。いつも楽しく視聴させていただいております。私は船木さんがフェイロン役を演じられているアニメ映画ストリートファイター2の大ファンです。そのパンフレットで船木さんがオファーを受け取った際に一度お断りしたということが書いてあったのですが、これについての詳細やエピソードなどがあれば教えていただけると嬉しいですということですね。はい、やりました。ストリートファイター2アニメですね。やっぱりその頃はですね、まだそういうの出たこともありませんので、もうありますし、あとやっぱりそのレスラーとかですね、格闘家がその現役中にその、そういう他の映画とかですね、テレビとか、バラエティもそうなんですけども、それに出ることを正直当時、自分あんまりそのなんか良いと思ってなくてですね、それで隣のうちじゃないですけども、新日本プロレス の同期の橋本選手とかですね、武藤さんとか長野さんなんかは結構率先してですね、藤波さんも言いますけども、率先してこう出てるのを見てて、なんで出るんだろうな、プロレスやってレスラーとしてやっぱりその頑張ってその人気を取るのが正当な形なんじゃないのかなとか、そんな感じでずっとこう思いながらですね、でいろいろレスラーがその映画に出るとかっていう、V シネもですね、かなり流行った時代でしたので、結構 V シネマのオファーもですね、来ては断り来ては断りをしてった時期でした。なんですけども、たまたまこれはですね、どうしても、なんかっていう話がありましたので、正直なんでそこまでなのかなっていうことをプロデューサーに会ってですね、この映画他にその清水浩二郎さんとか羽賀健二さんとかですね、そうそうたるメンバーの中でなんで自分だけ出るのかな、そんなこうちょっとこう疑問もありましたので、そのプロデューサーに会って直々にその聞いてみました。で正直答えによっては断るつもりで行ったんですけども、お会いしたのがですね、そのプロデューサーのストリートファイター2プロデューサーの、今井健一さんという方で、この方は当時 K1 の、マネージングディレクターというそういう肩書きも持ってですね、いろいろ後にそのミルコ・クロコップ の代理人とかですね、いろんな格闘技方面でも活躍されたマネージメントの方なんですけども、その人がこの映画に、自分が関わる映画に格闘家一人だけでもその出したかったっていうことで、でその中にフェイロンっていう役があって、でもフェイロンはほぼそのブルース・リーをそのまんまそのアニメにしたそういうキャラクターなの で船木選手、ブルース・リーの大ファンだっていうことなので、ぜひこの役は船木選手でいきたいと思ってるんですって言われたんですね。なのでそのやってもらいたい、そのもらいたい、その一言で完全に簡単にですね、頼まれると絶対にそのなんか引けない変な性格をしてますので、その一言だけでやるということに決まってしまいましたね。でやるからにはやっぱりそのベストを尽くすっていうことで、それで一生懸命一応やったんですけども、いざその試写会ですね、試写会で初めて大きい 大スクリーンで、自分の出るシーンはもう知ってますので、近づくにつれてちょっとドキドキしてきて、そのフェイロンっていうキャラクターがこう出た瞬間にもうなんかすごい緊張しましたね。なんかもうなんか恥ずかしい緊張して、なんか声もなんか上ずってるなみたいな、そんな感じでこれで良かったのかな。で結構長いシーンだったと思ったんですけども、実際その映画が2時間ぐらいある中の本当に数分間なので、すぐ終わったなっていう気がしました。本当にもう一瞬でパッと出てパッといなくなったみたいな、そんな感じでなんか終わっ
ったらちょっとこうあっけないなみたいな感じですね。で、まあ、そのままその後初めての試写会なので、記者会見も一緒に撮る。で、まあ、劇場の横でですね、あの記者会見場を作ってもらって、それであの、まあ、いろいろワイドショーの人とかですね来て、それであの囲まれて初めてその囲み、ワイドショーの囲み取材っていうところにあの参加させてもらったんです。まあ、清水浩二郎さん、羽賀健二さんで、まあ、その隣に自分もあの並んでですね、まあ、一通り映画の話ですね、まあ、あのどうだったかみたいなそんな感じを話した後にあの始まったんですね。そのワイドショーのその質問がですね、羽賀健二さん、当時はその梅宮アンナさんと付き合ってるっていう、そんな付き合ってるか付き合ってないかそんな感じのその話がこう結構こう広まってましてですね、まあ、それが本当なのかどうか、どう思ってるのか、そういう質問がずっとこう延々と続いてですね、ほとんどその映画の話がですね何にも出てこなくて、でも自分と清水浩二郎さんずっとこう立ってるだけですね。まあ、それでも、初めてそのワイドショーに出るみたいな、まあ、なかなかそういう体験はありませんので、まあ、我慢して立ってましたね。まあ、それでも早く終わんなら、まあ映画の話してくれないかな、質問してくれないかなと思ったんですけど、まあ、ワイドショーはその話だけを聞くためにこう来たということだと思うんですね。まあ、その方が重要、ワイドショーからしてみたら映画以上にその重要だし、その世の中の人がこの飛びつく話なので、まあ、羽賀健二さんにずっと梅宮アンナさんの話ばっかりです。でも最終的にその映画の関係の人がもうこの辺でいいでしょうかということで切ったんですけども、次の日ですね、まあどんなもんかなと思ってそのワイドショー全部チェックしました。なんですけども、初登場、まあ、初登場、初そのワイドショーにその登場した場面なんですけども、一瞬ですね、一瞬そのみんなでこう立ってるところがパッと映って、一瞬ストリートファイターの記者会見がありました。パッで、まあ、画面、その次の画面からもずっと羽賀さんの話、ずっとアンナさんとの話さん、ずっとその話で、もうあ、でもその隣に俺が映ってるはずなのに、たまにこう腕がですねチラッチラッとこう映るだけで、そのまま終わってしまいました。なのでちょっとこう初ワイドショー出演は本当に短く、ちょっとこう苦い思い出ですね。そして、この映画でですね、一人その気になる人がいましてですね、テーマソングを歌っていた篠原涼子さんです。当時、ちょうど、1994年で、まだ彼女が21歳ですね。おそらく、歌手としてですねソロで、多分初めてそのソロ活動をしていく第一弾だったかと思うんですけども、小室哲哉さんのそのプロデュースで、そのテーマソング、ストリートファイター2のテーマソング、愛しさと切なさと心強さとって、その歌があったんですけどもですね、まあ、それで、篠原さんもその時一緒に行って、で、まあ、いろんな人にですね挨拶回りをしてて、で、まあ、自分のところにも来て、篠原涼子です、よろしくお願いしますって来て、もう本当に声が綺麗だなって、そんな記憶があるんですけども、でその歌をで CD を、ちっちゃい CD をですねみんなにこう配って、でももらって、それでこう聞いたんですけども、その歌がですね本当に良くて、まあ、ただいいっていうか、その自分も気に入ってしまってですね、毎日毎日その道場に行く、時と帰る時と、車の中でずっと愛しさと、切なさと心強さとを聞きながら道場に行って練習して、また帰りも聞いて、でこの歌絶対いいな、これ絶対この歌流行るな、案の定流行りましたね。で、まあ、それをきっかけに、篠原さんが、どん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 そのテレビにも出るようになって、で途中から女優ですね、テレビ、ドラマにも出演して、どん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 こう一流のですね女優にこうなっていく姿、あれから何年ですか、25年、今46歳ですね、もう完全にもうトップの一人にも上り詰めてます。なので一番映画の時にその印象的だった人、篠原さんとそのテーマソングですね、で、それをきっかけにその上り詰めていく篠原さん見てて、
あの本当に無名からその有名になって、それでこのトップにその上り詰め、何人かいるんですけども、あの自分の中で一番最初がやっぱりそのジャッキー・チェンですね。ブルース・リーの後にその、カンフー映画でその日本に来て、ドランクモンキー水拳の初上陸、初上映の時からも自分はあの知ってますので、でどん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 こう有名になっていって、もう今はハリウッドでも代表するようなあの中国のアクションスター、アクションスターといえばジャッキー・チェンですね。あとは、アーノルド・シュワルツェネッガーですね。で彼も一番最初にあの見たのがギネスブックで、世界一筋肉を発達させた男アーノルド氏、ギネスブックで、ね、その発達させた男が初めて出演した映画コナン・ザ・グレート、それもあの劇場に足を運んで、あのまだまだまだ出たばっかりですね、無名な。そこからその、ターミネーターになったりとかですね、いろいろその、知事になったりとかですね、今やもう本当に、シュワルツェネッガーもアクションスターのトップの中の一人になりましたので、その無名からその有名になってトップに上り詰めていく様をですね見たあの中の一人ですね、篠原涼子さん、昨日のように覚えてます。篠原涼子です、よろしくお願いしますと言ってその CD を渡してくれたあの若い、21歳の篠原涼子さん、昨日のように覚えてます。以上です。今回は、アニメ映画ストリートファイター2を、断った、時のですね、お話をしてみました。ご視聴ありがとうございました。